先週トリノでの練習から帰ってきた高橋選手、オリンピック代表に決まってから初めての帰郷です。壮行会の会場には小中高校の恩師や在校生、それに地元津良島地区から大勢の人が駆けつけ、高橋選手のオリンピック出場を盛大に祝いました。オリンピック、まずはオリンピックで自分のパーフェクトな演技をして、また皆さんに感動してもらえたらいいなと思っています。まあ、できれば金を取って帰りたいと思います。この後小学校から高校まで練習をしたリンクを訪れ、世話になったスケート場の職員や後輩たちと再会を楽しみました。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりだろ。ゆうちゃんは、ありがとうございました。姉ちゃん、大ちゃんと結婚するって知ってた。ゆうちゃんだな、ゆうちゃんだな。みーちゃん今でも結婚したい。めっちゃ可愛い。ちっちゃい時だった。懐かしいって感じで、特にそれ以外のものはない。ここでずっとやって、ここがなかったらスケートしなかったやなとは思うんですけど、今まで僕を助けてくれた人たちが見て、こうなんて喜んでもらえたらいいかなって思います。その自分の演技で喜ばせたいなと、その感謝の気持ちを返したいなというのがあります。高橋選手は間もなくアメリカ合宿へ向け出発。そのままトリノ入りし、オリンピック本番に臨みます。